まあ、今度のこれは色をあまりこう際立たせないで、かなり暗いところを沈んだところを多くしているから、非常に深みがあっていいじゃないですか。いや、綺麗すぎないというかね、抑えちゃってるから、はい、水もこれだけ抑えちゃってるしね、この奥は当然のことなんです。ここをこれだけ抑えちゃってね、だから絵がとても深みが深いです。だからそういうね、色彩とかなんかをあまりこう、今日これでもかってぐらい出さないで、その、そういう深い中に色が見えてね、こういう時にしても、とても感じがいいです。よくできています。去年の反省がありましたので、いやいや、まあこういう光はね、なかなかこう実際にこういうのがあったとしても表現が難しいんですよね。逆光線のような現場はね、ここによく、まあ、書き込んだと思います。で、潰してないからね、こういった暗いところの中でまたディテールがありますからね。ここにもなんかこういうちょっと枝が出てるところがあって、いろいろとこういうところにちょっと光のあるものがパッと入ってあって、なかなか泣かせます。あ、これもさっきと似てるけど、いいですね。川です。川でね。まあやっぱりこの暗いところの表現はなかなかいいよね。暗いところに置いて、光を透けてこの模様が見えるじゃないですかね。ここは何かこういう何かあるんですか、道のようなもの。ガードレール。ああ、どうもそんな感じだね。まあそういうのもいいと思います。人間の営みの一部がね、顔出してると。ああ、こっちから行って向こう行って回り込んでる感じが出てる。この、光を受けた草もとても魅力があるし、ちょっと明るすぎたんですけど、まあ、いいじゃないですか。こういうところもちょっと隙ができているとかね、なかなかうまいです。こういうところもわずかに光をちょっと入れ込んだりしてね、まあ、もしもね